中塚先生、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマはついに受験ですね。そうですね、中3生高3生、そうですね、9月から、はい、まあ、夏休み明けましたので、はい、まあ、中塚流のここからぐいぐい伸ばしていきたい受験生に向けてちょっとポイントをぜひお聞かせ願えたらと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。割ともう1個しかないなと思ってて、ほう、はい、とにかくやることを絞るということです。シンプルですね。シンプル、これだけ。シンプルイズザベストですよ、はいはい、これだけです、はいはい、じゃあ今日はこれまでということで炎上しますよ。何しに来たんだろう。俺のワンクリック返せって。でも大事なんですよね、絞るっていうのが。絞るのものすごく大事ですね。そうですね。結構ね、自分がそのやることを絞れてるかどうかすらよちょっとよくわからないっていう、まあ、状態だったりすることが多いですよね。だからこっちから、まあ、指導側から見ると、あれちょっと欲張りすぎじゃない、それ間に合うのっていうのがありますもんね。ありますね。確かに確かに。でそれを自覚できてない子もやっぱり多い。そうなんですよ。まあ、8月とか夏休みのタイミングだと、はい、すっごい時間あるなっていう気持ちになって、なんかやることばっかブズラーって並べちゃうんですよね。で多分この9月になった時に消化しきれなかったと。そう、夏休み中ともおっしゃったように時間があるのでできる気がするんですよね、うん、そうなんですよね。すげえやれる気がするんですけど、多分みんな振り返った時にやれなかったっていう方ね、やっぱり多いと思うので。いや、そうですよね。そこでへこんじゃってね、しかもいや本当そうなんですよ、うん、まあ、正直中塚もそういうまあ、ことあったからね、うん、ありました自分も非常に共感します。そうそうそう、はい、うまくいかないんですよね。共感できるんでね、本当仲間意識が芽生えるんですけど、はい、そうそう、はい、でもだからこそ絞ってほしい。そうですね、だからこそね、中3生は、はい、それこそ科目がそんなに絞られない、はい、まあ、大体の人はやっぱ公立高校、はい、公立高校を受験第一志望にしてる人多いですよね。なんで絞ってもやっぱり結局公立高校で科目が絞られないっていうパターンが結構多いと思うんですよ、はい、でもその過去問とか見たら分かるんですけど、数学で計算問題って47都道府県全部で見ても絶対前半に出るんですよ、はい、でその割合が県によって違うんですよね。40点なのか50点なのかって結構違ったりするんですよ。でそこの割合を最初から見ておいて、じゃあ計算問題で30点取ろうっていうのを最初に実は決めておくと、うん、まあ、それこそ志望校がだいたい60点ぐらい取れば受かる志望校だったら、計算で30点ぐらい取ろうとなったら計算で勉強をこれぐらいやろうっていうことを考えられますよね、まあ、単元絞るとまた そこのために解かなきゃいけないの問題数が限られてくるわけですよね。よく言われるのはその大学受験の時の物理って数百パターンしか問題の種類がないなんていうことがよく言われますけども、で今はちょっとなんかその単元とか科目みたいな話をしたんですけども、一番絞ってほしいのは皆さんがやることなんですよね。だから結局目標の志望校を決めて、それに対して何の勉強をすると点数が取れるかっていうのが決まってきて、でその何の勉強すると点数が取れるかって対して自分がその勉強全部できるわけじゃないから、その中で自分が取れそうな範囲とかできそうな量、9月からできる量を決めてこの半年間でやろう。大学受験の時、まあ、中3生も多分ほぼほぼ同じ考え方なんですけど、やった勉強って、まあ、特に数学だけの話を言うと、はい、学校の教科書とチャート式っていう問題集あるじゃないですか、はいはいはい、あれしかやってないんですよ。青茶と教科書なんですね。しかやってないです。本当に青茶しかやってないんですよ。もうそれを何回もやるだけ。違う問題集使うんじゃなくて、もうほぼ、はい、もうそれと同じのをずっと何回も繰り返すだけっていうのがほとんどだったんですよね、はい。まあ、たまにつまみ食いしましたけど、他の問題集で、ね、気分転換しましたけど、はい、まあ、過去問とは結構やりましたけどね。問題集自体は本当それしか ほぼほぼやってなくて、ずっと同じことだけ繰り返す。大学の受験勉強始めたの多分11月ぐらいだったかな。高3のっすか。そうなんですよ。あ、マジですか。くらいに始めたんですよ、受験勉強。へえ。でやり始めて、はい、で11月からになるとなおさらさ、もうやれることが限られてるっていうのが時間ないですからね。そうそう、もう頭の中にあって、はい、で11月からやり始めた勉強がそこそこそういった教科書と青チャートを繰り返しやるだけ、はい、でとりあえず2週はやんないとダメだろうなと思って、はい、最低限ね。なんでじゃあ2週はやろうと思って2週を やるスケジュールを立てたら、1日チャート何問分だよねみたいな、教科書何問分だよねみたいな感じが出てくると、うんうんうん、でそしたらじゃあそれをとにかく毎日やるだけ、うんうん、でなんかできるなと思った人はもっと進むみたいなことやってったら、結局なんか3週か4週ぐらいすることになって、うん、青チャートとその教科書の問題もほぼほぼ完璧みたいな状態で、過去問とにかかったら解きまくるみたいな、はい、勉強ちょっとやってたんですよね。11月からそれができたんで、はい、まあ、正直9月からだったら
じゃあ6週ぐらいできるんじゃないかな気持ちでねやれるんじゃないかなと思いますね。繰り返すのも結構反復練習嫌がる子たち多いんですけど、例えば2週目ってじゃあ1週目じゃ300問あったとした時に2週目って300問やらなくないですか。あ、そうですね、やります。自分は減らしちゃうんですよね。いや、そうです、そうです、それはあります、それあります。これ絶対大丈夫、見て問題見て、いやこいつは俺が書くまでもないみたいなありますね。だったら減らしていけばいいし、じゃあ2週目より3週目はもっと減っていくわけだし、うん、って言って多分それで予定よりどんどん何週多くなっていきますよね。なんか基礎固めって何したらいいですか、たまに聞かれるんですけど、基礎固めだったらまずもう教科書ですよね。そうですね、そこに全ての基礎が詰まってるのが教科書。でもちろんそのまあセンターとか、まあ、高校受験もそうですけど、たまに鬼畜な問題あるじゃないですか。そうですね、あの高校受験、あの数学の最後ですね。そうですね、あれはそうですね、うちなんかガチに解いてもちょっとうんってなるやつが最後の方ありますね、ありますよね一瞬手が止まったりするんですけど、そうですね、あれとかは確かに教科書以上のレベルがあったりしますけど、でも根本的に使ってるものは教科書にあるものしか使ってないので、そうですね、やっぱり教科書の、まあ、基礎の部分を大事にしてでやっていくっていう感じですかね。そうですね、教科書に足りてないのってあの問題数だけなんですよ、うん、もう基本教科書丸々全部覚えるために問題集で解くとぐらいの気持ちでやってもらえると、それが受験対策のポイントになるんじゃないかと思いますね、はい。先生、ちなみになぜ11月から受験勉強だったんですか。いや、まあ普通に本気出さなかったです。あ、本気出さなかった。そうなんですね。本気出さなかったわけです。あ、部活とかかと思って。そんなことないです、本気出さなかったです。そうですね、はい。志望校はもう決まってたんですか。そう、決ま、志望校はそこで決めました。11月に決めたの。11月にもうなんかあれですよ、はい、11月からって、それこそさっき話してましたけど、はいはい、あの志望校、あの自分の判定ができないんですよ。そうですね、できないですからね。11月からそうなんですよ、自分の学力測れないんですよ、はい。だから多分今から勉強してこれぐらいならいけるかなっていうのと、はい、これぐらい、ね、いかなきゃ浪人しようって思ったラインが、あの総計上理のラインだったんで、はいはい、そこに受かったら行こうと思ってそこ以外はもう捨てるっていう。先生、そこから始めて総計上位だったんですね、そこで。そうなんですよ、そうなんですよ。それはちょっとね、自分もよくやったなと思うんですけど。やばいっすね。だから本当にめちゃくちゃやりましたね、その時。受験って数 A 理か。数 A 理ですね、そうですね。え、3科目そこから間に合わせたんですか、全部。ほぼ数学と物理でありましたね。あの大学はもう本当に数学が、まあ、めっちゃ良いだなと思ったのと、はい、物理もほぼほぼ解けたなって感じだったので、ほぼ数物だけで。だから英語もほとんどやらなかったよ、むしろほとんど。あー、なるほど、ね。逆にもう数物そこまでやったからいけんじゃねえかとか作戦ですよ ね、どっちかというと。どうせ180点ぐらい取れば分かるじゃないですか、はい。なので数物で170点ぐらい取ろうと思ってやりましたね。これでも高校受験もそうで、結局じゃ500点満点で350点必要ってなったら、うん、極論1個0点でも取れるじゃないですか。そうです、これすごく大事だと思ってて。大事ですよね、本当に本当に。でもやっぱ親御さんとかも平均的に取ってほしいみたいなのがあるじゃないですか、まあ、安定したりしますからね。まあね、うん、ありますけど、でもその発想大事だと思うんですよね。いや本当に、絞るっていうのは結構そこも大事ですよね。そうですね、うん。受験戦略ってそもそも勉強の本質かって話はもちろんあるんですけども、そうそうあるんですよね、もちろんもちろん。そう、でも受験戦略ってことだけ考えたらやっぱ理科とか社会の方が点数上がりやすいっていうのはどうしても傾向としてあるので、早いですもんね、そうですね、結果が出るのが、うん、まあ、点数を取るっていう、はい、まあ、点で言えば、まあ、戦略としてはありなんじゃないかと思いますね。先生、物理も同じような感じですか、数学とやり込むっていう。あ、そうですね、もう物理も同じような感じで、もうやった問題集なんて全然数少ないですよ、本当に。もうそれを繰り返しやるだけっていうことしかやってない。あと教科書。11月から、まあ、やっべよ。いや、本当だから、でも一回、もうこれもあれですけど、うん、倒れたんですよ、やりすぎて。あ、そう。ぐらいマジで、本当にもう、でも朝から夜もずっと勉強ばかしましたね。そうなんですよ、先生、暑いっすね。ちょっとそれを目指してトレーニングしてたら体力だけ余ったから。すげえ。受験期間に。それ、いつかそれ話してください。どっかで。先生、ありがとうございました。こちらもありがとうございました。すげえ。いやいや、本当にありがとうございました。編集頑張ろう。よかったよかった、なんかちょっといい質問してくれたから。ああ、先生、褒められた。先生、ありがとうございます。全然思ってたことの内容を、はい、なんか全然超えた話になったんで。あ、本当ですか。よかったよかった。ありがとうございます。